そうですね、最近勝ちがなくて、ずっと負けが続いてて、しかも失点も多いんで、すごい課題が多く残った試合だと思います。まあ、市田選手自身非常にアグレッシブに走ってたと思いますが、徳島のプレーというのはいかがでしたか？すごいパスでつなぐとこはつなぐし、それであと体、フォワードの体強いし収めてくれるんで、そこで僕たちがあんま声かけれなくて、あそこで好きなようにやらされてたんで、そこがちょっと残念でしたね。まだ連戦続きますが、次節までに向けてですね、どういったところを改善したらいいかなとお考えでしょうか？改善というか、守備の連携だったりをしっかりしてゼロで抑えれば負けることはないんで、しっかり守備をゼロで抑えて、次節大事な試合なんで、それに向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。